はい、皆さんこんにちは。父の背中の元気です。今回はカジュアル久しぶりに回していきたいと思います。さあ頑張って無双するぞ。はい、じゃあやっていきましょう。じゃあ今日は気分よくじゃないわ、久しぶりにスレッジ使っていこうかなと思います。スレッジ SMG 懐かしいな。よし、でショットガンではなくて今回は L8 行こう。まあショットガン強いですけど、めっちゃ強いんですが、ちょっと今回はね L8 でいきましょう。はい、ということでやっていきます。よし、行くぞ。ドローンを使って爆弾を探せ。でですね、あーごめんなさい、いきなり裏画面に飛んでしまった。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。もう直ると思います。あ、直った。 OK、 失礼しました。日本語入力でね、すぐ裏画面行っちゃうんですよ。はい、どこだろうこれ。着敵、まずは仲間が何を言ってた。あ、上ですね、多分これ。多分2階かな。突入10秒前。2階ですね、これ。確か2階なんで突入まで5秒。いろいろ攻めたがあるんですが、あ、オッケー、シャワー行こうか。シャワー取るの強いですね。今回の目的は爆弾の発見と解除だ。これリスキで警戒しないとな。めっちゃしてきそう。おーし、これかも。こちらだな。2階にいるときね、シャワー取ってやるとね、大体、おー、マジ？オッケー。取れた、押した。びっくりした。よし。2階のときにですね、シャワー取ってやると、なんか大体、今、来るんですよ。やられた。と思っています、僕は。よし、行こう行こう。で、あー、ないな、これ。こっちから行こう。あー、なんで普通にシャワー取らせちゃう。ふむふむふむ。ふむふむ。なるほど、なるほど。いけるかな？これで多分ドローン壊させて。多分これで今リロードしてるんで。殺しは。ドローン1個壊させてね、リロードさせましょう。爆弾が見つかった。すごく古典的な技を使いましたか。いますね、壊してみました。それで、あと2人か。あと2人ですが、もう普通にいるでしょ。出ました、あと2人か。どこだろうな。入った。よし、取れました。よーし、敵部隊排除。ミッション完了だ。いやー、勝てましたねー。よし、やっぱね、2階取るときはね、あのソロだと、あ、このここの、何でしたっけ、シャワーから入るのがやっぱ強いのかなと思います。まあ、あの裏取られることがまずないっていうのと、結構一人でも倒しやすいんでね、あの全部左からピャーって出るだけなんで、敵が左右から出てくることがないんですよ。全部右からなんですよ、今みたいな感じで。右からなんで、右だけ見てたら勝てますみたいな感じでね。なんで、結構簡単に使えるんでよかったら使ってみてください。ということで、はい。ポイ行こう。ポイに行きましょう。さあ、今日初めてだな、リンゴ6を言う。なんか最近ずっとビルマイクにしよう。エリアを確保し、爆弾を守れ。よくない。アジア1としてはよくない。なんかちゃんと練習しなきゃいけない。いけない。練習しなきゃいけない。めっちゃ噛んだ。よいしょ。じゃあ、出ておいて。結構敵ね、ここら辺でもね。まず使って、グレネード投げてきて、ここが引き合うんで、持ってあげよう。よし、で、よいしょ、どうしようかな。上に使おうかな。上守りしようかな。ここのオフィスベッド、補強は必要。メインベッド守ろう。完了だ。5秒。で、行きましょう。敵部隊が爆弾を発見。敵に備えろ。前にそこ置いといて。 ADS が作動中だぞ。そこ、あ、そこじゃない。爆弾が敵部隊に発見された。これなんかありそうですよね。ないか。
敵どっから来るんだろう。ちょっとりあえず作戦しましょうか。わかんないんで。はい、ガレージ来てますね。ガレージバックだな。行きますか、殺しに。ガレージバックしてないっすね。開けただけ？多分開けただけですね。これブラフですね。カメラ壊してないんで。どうしようかな。開けたって音は、もうちょっと出くんのかな。空気ないな、多分。いる？いたわ。カメラ壊した。忘れてた、さっきから。ここを走ってきたら音めっちゃわかるんでね、超楽。もうちょっと置いておきましょうか。だからディフューザーそれ落ちたんでね。左は音聞こえるし、右側だけ置いておきましょうか。来る気配ないっすね。まだかなぁ。あと2人か。サッチャーとキャピティアを噛んだ。キャピタを。来ないかなぁ。じっと待つ。なんか最近これ、この葉っぱの入れ方が綺麗になった気がするんですけど、気のせいですかね。こんな滑らかでしたっけ。ワカメみたいな、なんかこうやって見てると。めっちゃキモくないこれ。やばくないこれ。完全ワカメだな。超暇なんだけど、これ超暇なんですけど、敵来ないんですけど、どうしよう。あー、なんか死んだな、仲間。超暇なんですけど、敵オペレーターは残り1人だ。終わった終わった。ディフューザー守ってた。マジかよ。来てよ、取りに。もういいや。全員そっからしか、お前すげえな、手形。あれ多分ね、落下死のポイントなんでね、あれちゃんと殺せなかった。彼はもう死んで終わってた。すごいですね、手形。超男前。もう一回使おうかな。そうそう。てか SMG ちょうどこの間、昨日か。昨日と Twitter で SMG の動画作ってくださいって言われたんで。作ってるんですけど、作ってるというか今撮ってるんですけど、ナウで要望あったんで。 SMG ほんと強いですよね、マジで。爆弾を見つけろ。体当たった時絶望ですよね。だから多分 PS4 は絶対使わない方がいいと思うんですよね、僕。 SMG PC だけだと思うんですよ、これ。なんかヘッショラインで爆弾を発見した。ヘッショラインで当てる人じゃないと弱いんで。 PS4 むずいじゃないですか、明らかに。なんかその、めっちゃ強い人で言うと、ね、PS4 ですげえなって人思ってた。バーニーさん？あの人めちゃめちゃね、エムガンガン当てるけど、あの人もやっぱりね、毎回毎回必勝やっぱ難しそうじゃないですか。結構当ててますけど、それでも高いですけど。なんでね、まあ、あの超トップクラスの人で、必勝であんなもんなんで、もう SMG 厳しいじゃないかなっていう、まあその、コンシューマーの限界として。5秒後に突入。あんま使わないと思うんですけどね。Twitch の銃とかね、なんかダメージ入れてしっかり倒してる。ディフューザーを取り戻せ。爆弾の下に移動して解除しろ。ディフューザーを取り戻せ。そこら辺どうなんですかね、コンシューマー勢の人たち的には。皆さん、結構 SMG 強いですっていうか、SMG でキルできるようになりましたとかね、お言葉もらえて、すごく僕は嬉しいんですけど、一方で、でも使いにくくないみたいなね、そういうちょっと疑念に駆られております。とりあえず細道行くか。あ、これマジマジバルバル空いてんじゃん、細道。なんか空いてるけど、そもそも敵いねえよ。ああ、なるほど。持ち席もしてないのか。いや、これ何も価値ねえな。こっから滑る価値が何もないな。どうしよう。いいや。なんか死んだし敵。どうしよう。裏から攻めるか。あ、何してんの、あいつ。あいつあんなとこで何をしてんだ。で、ここ爆弾を見つけた。普通に、俺と回った方が強そうだな。
終わりそうですね。裏から来るから早く行っちゃおう。敵のオペレーターは残り1人だ。あと1人か。勝ってんな。なんかここは来そうですね。ディフューザー作動中。何としても守れ。いや違うか。なんかこっち入っちゃった。いや。よろしく。上が死んだ。ここもうディチャープロ見てないか。左の時間だ。オッケー。よし。敵部隊を排除した。はい、ということで、ちょっと短くなっちゃったんですが、しかも最後 SMG じゃなくて、普通にね、L8 使っちゃって、全然 SMG のね、動画になってないんですけれども。ということで、今回、こちら、カジュアル、ちょっとポロッと行ってみました。はい、楽しかった方、面白かった方は、参考になった方は、チャンネル登録、高評価、とっとよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ティーチャーケンジでした。バイバーイ。